はい、というわけで夜になりました。で、結構ねカマキリは夜になっても撮ることができるので、夜も頑張って探していきます。でも、アオマツムシめっちゃ鳴いてて結構涼しいですね。じゃあ夜も頑張って探していきます。さあ、ここも低木があります。どうやろう、いるかな。めっちゃいそうなんですよ、雰囲気は。はい、早速見つけました。低木の上、胸やかハラビロカマキリですね、これも。いや、やっぱいますね、ここ。いちゃいけないんですよ、本当は。いや、見た目とかめっちゃかっこよくて好きなんですけど、ただやっぱ国産のハラビロがこいつのせいで減ってるんで。ほら、夜やから目も黒くなってます。こいつも捕獲です。はい、取りました。で、こいつもメスですね。昼間もメスが多かったんやけど、またメスです。はい、コオロギもいますね。コオロギ、これは多分ミツカードコオロギかな、ちょっとわかんないです。で、なんかこっちにセンチコガネ、糞虫ですね。で、こっちになんかシデムシの幼虫ですかね。いかついですね。いかついですね。これはサクサンタンバリンが教えてくれると思います。はい、ガードレールもね見てるんですけど、森のハンターがいます。これはコアシダカグモですね。結構アシダカグモと似てて、コアシダカって言われるけど結構でかいんですよ。あんまりアシダカグモと変わんないぐらい大きくなります。カエルもいます。カエル、これ何ガエルですかね。赤ガエル系かな。かわいいです。はい、ムカデもいます。ムカデ、これアオズムカデです。これアオズにしては結構なサイズですかね。ですね。結構足はオレンジです。日本ヤモリですね、これ。あー、結構夜になると出てきますね。おお、また来た。戻ってきた。出戻り。はい、めちゃくちゃ可愛いサイズのヒキガエルがいます。ほら、うちの都ヒキよりちっちゃいよ、これ。可愛い。ほい。え、なんかお腹すごいっすね、これ。パンパンやわ。ちょっとこいつ可愛い。飼育しようかな。うわぁ。いや、ちょっとこの子可愛すぎるんで、誘拐したいと思います。はい、これ、イモムシ、ウスタビガの幼虫です。テン君が見つけました。結構でかいっすよ、これ。ほら、ヤマエの仲間だそうです。ヤママユカです。ヤママユカ。いやぁ、結構でかいな。はい、皆さん、アオサムシいました。アオサムシ。地味に狙ってたんですよ、今回の遠征で。いやー、全然見たことないんで嬉しいっす。関東アオサムシめっちゃ綺麗ですね、やっぱ。またムカデです。アオズムカデです。さっきからカマキリ以外の虫がたくさんです。やっぱ夜になると色々出てくるんで面白いですね。こいつ結構なサイズです。はい、トビズムカデいました。トビズムカデ、でかいよ、これ。ほら、歩いてます。テン君が捕獲するそうです。こんにちは。こんにちは。あー、はい、まあ、真逆でした。真逆。おそんな時に入れるんですか。はい、あとでこれ上蓋します。はい、捕獲成功です。スタバックスです。はい、ナナフシもいます。陶芸ナナフシです。これ昼間も見ましたね。昨日もいっぱい見たし、結構生息数多いみたいですね。はい、なんとね、ちょっと今移動してるんですけど、ハリガネムシいますよ。ハリガネムシ、これ何から出てきたんですかね。カマキリ近くにいないんですよ。
かもめっちゃ太いっすねこれ、ハリガネムシ。うわ、多分これ胸垢から出てきたんだと思うんすけど、多分いないですね。いないんすよ、でまだハリガネムシもちゃんと生きてるんで、出てきたばっかりけどカマキリどっか行っちゃったみたいな感じですね。なんか天くんが持って帰るそうです。変な人みたいだけど。はい、木に胸垢いました。ほらでね、こいつもお腹すごいんすよ。産卵前ですね。いや本当にやばいですねこの山、めっちゃいますわ。おお、まあこいつもね産卵すると思うので持ち帰ります。もうちょっとしたら容器が埋まります。ほら、いてててててて、ファンがいるんですかそれ。痛い、マジで痛い。ほらほら、もうマジで赤いよこれ、ほらわかるこれ、うら、いてて、マジ痛い。はい、ちょっと雨降ってきたんですけど、またムカデいましたよ。ムカデ、トビツムカデで、しかもなんか食ってるんですよね。これ何食ってんねやろ、ゴキブリとかコオロギとか多分そういうやつですね。黒いのが見えます。いやムカデも多いですね今日。さあ昼間に見たこの低木ですね、いるかな。ただちょっとね雨降ってきました、普通にやばいです。いや最後に見たいなここで。はい、これ首キリギスですね。ちょっと足が一本ないですね、後ろ褐色型です。はい、出ました。もう夜の最終で絶対見れるセスジツユムシです。いやこいつマジで夜の最終でいっぱい見ますね。あーもうおらんかなここ、結構探してんねやけどいないっすね、さっきの一匹だけや。はい、というわけでね、ちょっと天気も悪くなってきたのでそろそろ終わろうと思います。ただ今回前半後半で昼と夜やりましたけど、合計5匹ですね。最終時間自体はそんなに長くなかったんですけど、5匹の胸垢腹広カマキリを見ることができました。はい、ということで今回レノテンクさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。また最終行きましょう。はい、ぜひ来たら連絡ください。はい、お疲れ様でした。はい。